いやー、これはね、ちょっとにわかには信じがたい情報が入ってきました。 UBI 内部関係者、朝栗シャドウズはバグだらけでめちゃくちゃのため延期、任天堂スイッチ2の移植を準備予定と。で、このバグだらけでめちゃくちゃのため延期になったみたいな、そういった話はですね、以前の動画でも取り上げましたが、なんと任天堂スイッチ2への移植を準備予定と。一説によると、めちゃくちゃのため延期になった、で、これ下手するとポシャるんじゃないか、発売中止になるんじゃないか、それがより現実的になってきたんじゃないかと言われておりましたが、おっと、ここに来て任天堂スイッチ2唐突に出てきたな。移植を準備予定と。で、これ移植準備予定っていうことはさ、普通に考えると発売中止ではなくて、まあ普通に発売をします、まあ延期はするけど、一方でこちらの方にも、まあどうせ遅れるんであれば横展開していきますよみたいな、そういったご意向なんでしょうか。で、こちらについては、元ネタこちらの記事となっていて、ついこの間公開された記事となっていると。まあ数日前かな。はい、これすごいな、タイトル、とんでもねえな。アサシンクリードシャドウズはバグだらけの混乱と報じられていると。で、まあそういった理由があり延期になりましたが、ただ一方でこちら任天堂スイッチ2への移植も企んでいると、そういったことがこの度触れられております。ではより具体的な内容をこちら見ていきましょうか。ちょっとお待ちください。こんなもんか。アサシンクリードシャドウズは現在バグだらけの混乱状態にあり、それが最終的に2024年2月への延期につながった。日本向けには今のところ2月14日バレンタインデーの日に延期になってますが、正直再延期される可能性もあるんじゃないかなとは思っています。またですね、こちら2024年2月への延期につながったわけなんですが、今回 YouTube チャンネルの最新動画でホストの PH はアサシンクリードシャドウズの驚くべき延期後の UBI ソフトの微妙な状況について語ったと。同社内の情報筋、まあいわゆる社員のリークによると、この新作アサシンクリードシャドウズを延期する決定については、思ってるよりゲーム内にバグが多発しておりましたので、それをですね、修正するのに思ってる以上に時間がかかりそうであることが判明したと。そのため一旦ですね、延期する運びとなったと。まあそういった状況みたい。まあこのことからですね、アサシンクリードシャドウズというか UBI ソフトの社員、仕事しろみたいな、おめえら仕事してねえのかみたいな、そういったことが言われていたり、で、社員からはですね、会社に対して不満があるらしく、ストライキが、計画されていたり、まあ、本当になんか内乱状態で、一体どうなってんだよみたいな、ゲーム売るっていうレベルじゃねえぞみたいな、まあ、そういったことが言われていて、なんか、ね、この1年で UBI ソフト崩れすぎじゃねえか。すべての発端は、アサシンクリードシャドウズ、ヤスケの、件について認めなかったため、このような状態になってしまったんじゃないかと思っておりますが、なんか逆にあの時さ、ちゃんと謝っておけば、こんなことにならなかったんじゃないの？なんか割とマジでさ、なんかヤスケで会社が傾きそうになってんだけど、っていうか傾いてんだけど、これどうすんだろうね。収拾つかねえぞ、これ。さらにアサシンクリードシャドウズの発売延期の決定は、スターウォーズ、アウトローズの売り上げ不振にも影響されたと言及された。出た、無法者。UBI ソフトの幹部は、スターウォーズ、アウトローズのバグが売り上げ不振の理由の一つであると考えており、まあ理由の一つではあるけど、理由の一つでしかないっていう言い方もできるよね。別になんかバグのせいにしてるけどさ、そもそもゲームとして問題があったから売れなかったんじゃないの？アサシンクリードシリーズの次の作品で同じことが起こるのを見たくなかった。
同社はアサシンクリートシャドウズが以前のメインライン、メインライン作品と同様に、まあ、要するにこれメインのラインナップの作品と同様で1000万本程度は売れると予想していると。本当に？なんか個人的には売れなさそうな感じがするけどね。なんか UBA ソフトとしてはバグうんぬんでスターウォーズアウトローズが全然売れなかったみたいな、売上目標の10分の1程度にとどまったみたいな、そういったお話なんですが、ただアサシンクリードシャドウズも同様の結果になるぞ。1000万本って言ってるけど、これ全世界で100万本売れるかどうかみたいな、っていうかこの状況で本当に100万本も売れるのかみたいな、いやそこすら怪しいんじゃないの。まあ海外ではこの安家騒動について印象が日本とは異なっておりますので、まあ実は影響って警備の可能性もありますけど、ただそれでもね1000万本っていうのはハードルがあまりにも高すぎるんじゃないか。まあ確かに過去のアサシンクリードシリーズってさめっちゃ売れているので、この1000万本っていう数字は単体で見た時に、シリーズ通して見た時に、まあ正直ねいきそうな感じもするんですよね普通に。ただ今回は特例で安家騒動で炎上していたりとか、でその他にも日本の企業の様々なものをパクっていたりとか、そういったところがね、もろもろと判明していたりとかで、まあ、正直もう取り返しがつかないぐらい炎上しておりますから、もろもろの状況を踏まえると難しいんじゃないかなとは思いました。はい、またですねバグ関連の問題を除けば、 UBI ソフトの開発チームは社内でのプレイテストとプレビューに基づいて、アサシンクリードシャドウズの全体的な品質に自信を持っていると言われていると。とはいえ同社の一般的な見解としては、今後のゲームは失敗しまくるみたいな、すごいねこれ。まあ一般的な見解というか、まあそらねそうなるわな。失敗し続けるか。でまたこちらですね、スプリンターセルリメイクかな、こちらのリメイクの場合は社内では、相当遅れておりまして、かなり悪い状態にあると言われていると。めちゃくちゃだなこれ。でそのため現時点ではゲームのリリース時期はありません。これとんでもねえな。アサシンクリードシャドウズもやばいけど、お前これもやばいじゃねえかみたいな。で UBA ソフトは当初、こちらのゲームについては2024年にリリースする予定でした。計画通りに進んでいれば発表は2024年7月に行われていたはずです。ただまあいろいろごたごたがありまして、まあ、アサシンクリードシャドウズだけではなくて、まあ、こういったゲームとかもですね今遅延をしていると、まあ、そういった状況みたいですので、スターウォーズアウトローズもめっちゃ開発費をかけたけどボロボロで、でアサシンクリードシャドウズは安気で炎上で、でその上にバグでなんかゲームとして成り立ってないっていうことが発覚して、でかつまあ今回のこちらのですね、スプリンターセルリメイクに関しては、かなり遅れていて、まあ、そもそもですねリリースする目処すら立っていないと、かなり悪い状態にあると、まあ、具体的にねどれぐらい悪いのかってところを知りたいんですが、まあ、とにかく悪い状態にあるといったことが言われております。ただ2024年7月に発表が行われる予定だったと書かれておりますが、もはやそんなのさ1年遅れ2年遅れだとね、まだ可愛く思えるぐらいの事態に陥ってないか、これ下手すると2026とか7とかにならないと出せないんじゃないかな。だってそれまでに片付けなければいけない事項ってたくさんあるでしょう。まあそういったところで今ですね UBI ソフトは非常に窮地に陥っていると、そこについて今回、取り上げた記事が公開となりました。まあまさに UBA ソフトの内部事情みたいなところなんですが、まあ、本当にね大変なことになってるっていうことなのかなこれは。ただね任天堂スイッチ2に移植をするみたいな話もありますけど、ただ正直なんかそれ以前の問題じゃないかなこれ見てたら。なんか移植する云々の前にしっかりとゲームを無事に
リリースすることができるのか、なおかつバグなくユーザーに満足を与えることができる作品に仕上がっているのか、そこが重要なんじゃないかな。で、もともとその延期する理由っていうのが、日本からですね、著作物、無断で使用したことがバレてしまって、で、それをですね、修正するために、期間を要すると。で、いくつもパクっているので時間がかかるんじゃないかっていうことが言われていて、で、それがね、今回の延期につながったんじゃないかっていう説が有力でしたが、ただ蓋開けてみるとそうではなくて、ただね、バグがね多すぎてゲームとして成り立ってないっていう理由だったから、まあそれもそれでびっくり仰天なんだけどさ。けど個人的な見解としましては、任天堂スイッチ2への移植っていうところもね、まあ売り上げを上げるためには重要なファクターではあるかもしれませんが、それ以前にゲーム会社として、成り立ってない感じもしてきてるから、これ割とマジでさ、このまま行ってしまうと終わるんじゃないか、 UBI ソフト。そもそも社員が脱走してるみたいな、退職を検討してるみたいな、そういった話も結構聞きますので。で、こちらの記事には記載がありませんけど、ヤフーニュースにも別途取り上げられておりましたが、 UBI ソフト側で、待遇の改善を求めた大規模なストライキ、こちらが提起される予定であると、そういった話も出ておりますので、非常にね混沌としていると。バグだらけと書かれておりますが、そもそもね、会社自体がもうバグだらけになってるからさ、どうすんだろうなみたいな。で、まあ会社の要請としてはリモートワークやめろみたいな、まあ、そういった要請で、そこに対して UBA の社員が反発をしていると、そういった状況らしいんですが、ただリモートワークしまくって、で、結果として仕事サボりまくってるやつが多発していて、こうなってしまってんじゃねえかなみたいな。で、まあ UBI としてもリモートワークをなんでこのタイミングでやめろって社員に向けて通達したかっていうと、多分こういった話とかがあったから、いやもうこれはねリモートワークダメだわみたいな、お前らだってサボるじゃんみたいな。で、サボるだけじゃなくて修正すらしねえじゃんみたいな。さすがにこのままだとまずいと思ったのか、出社を強制するみたいな、そういった方向性で話を今ね、UBI ソフト側としては計画しているそうです。ただ社員も社員でさ、ストライキを決起するってなかなかすごいよな。日本ではまず考えられないよね。リモートワーク廃止に反対するストライキみたいな。けどストライキなんてさ、本当に発生したら、それこそゲームの開発、およびこのバグの修正に余計に時間かかってしまうし、で、そもそももしそれが発生したとすると、2月の発売にそれって間に合うんだっけみたいな。まあ果たして何ヶ月ストライキされるか分かりませんけど、割とマジでこれ内乱状態だからな。まあ UBA ソフトは会社としても問題あるかと思っていて、ただそれだけではなくて社員にもこれ問題があるんじゃないかと思いましたね。まあどっちもどっちみたいなところがあるかと思いますが、ちょっとね炎上があまりにも多すぎるでしょう。で、あとね、トーマス・ロックリーさん全然話題にならなくなっちゃったけど、トーマス・ロックリーさんってどうなってんだっけ、ちょっとそれも気になるな。なんか今 UBI がかなり燃え上がってるからさ、再び燃料投下されていてすごい話題となっていますが、トーマス・ロックリーさんで何してんだろう。逆に UBI がね再び燃え上がったことによって、トーマス・ロックリーさんの話が全く出なくなったような。ちょっとまた進捗がございましたら、今回のこの件取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。